教室で授業をやっていて、もう聞き取れないっていうのはね、場所は決まってくるんですね。ここが聞き取れないなって、チェックして授業に臨んで、それが外れることはほとんどありません。一つのこのスクリプトでね、もう生徒さん、受講生が10人いたら10人てんでバラバラ、もう聞き取れないのがバラバラかっていうと、そんなことないんですね。この単語は聞き取れないだろうっていうところが、やはり聞き取れないんですね。聞き取れない理由っていうのはね、大きく分けると3つしかない。1つ目、その単語、初出の単語で知らない単語だと。これは知らない単語は何回聞いたって、それは音は分かっても聞き取れたとは言わないんですよね。だからこの1つ目はどうってことないんですけども、知らない単語である。だから2つ目、これは早すぎる。その人の学習段階で今まで比較的ゆっくり、丁寧に発音していた音声で勉強してたのに、急に早く感じるとついていけなくなるんですね。脳のその言語処理の能力がそのスピードについていけない。日本語でもありますよね。電話番号をパーッと早口で言われると、あ、ちょっと待ってって、もう一回ゆっくり言ってもらえますか、なんていうのと同じ現象で、処理が追いつかない。ですから、これは若干ゆっくりめに繰り返して書けるときに、少しゆっくりめにすると聞き取れたりするわけです。これが2つ目、早すぎる。そして3つ目、これが一番大事。音変化。音変化について知らないから聞き取れない。その単語は知ってる。例えば、ミョッ、ハッ、ニョン。文字として見たら、何学年ですからわかる。でもそれが、ミョッ、タンニョにせよってなるとわからない。音変化について習熟していないから、ミョッ、タンニョンが聞き取れないという現象になるんですね。日本人学習者が聞き取れないっていう理由は、3つ挙げましたけども、3つ目のその音変化のことをしっかりやらないと、いつまでたっても聞き取れるようにならないんですね。で、その有効な方法は何なのか、これもね、あるんです。